こんにちは、トモリアルエステートの高橋です。本日ご紹介させていただくお部屋はパークハビオ赤坂タワー24平米台のワンルームと 1K2 部屋です。では早速中を見てみましょう。どうぞ。はい、24平米台の 1K のお部屋です。こちらに洗濯機置き場、1K タイプはこのキッチンと居室の間にドアが1枚あります。キッチンと居室の間にドアがあって、こちらがベッドルーム、北東向きです。北東向き、洗面所は三面鏡、トイレの上に釣り戸棚、浴室乾燥機、追い焚きもついてます。はい、こちらが24平米のワンルームタイプです。ワンルームタイプは、玄関入ってすぐ、玄関入ってすぐのところに扉が1枚あります。そしてこちらにキッチン、キッチンと居室の間にはドアがありません。ここがクローゼット、こちらも北東向きのお部屋です。北東向きなんですけれども、ビルの反射によってですね、山王パークタワーっていう背の高いビルが、よいしょ、この山王パークタワーに太陽の光が反射して、北東向きなんですけれども、このように室内は明るいです。今この電気つけてない状態ですけれども、北東向きなんですけれども、上の方の階だとこのように明るいです。三面鏡付き、
浴室換気乾燥機、それから追い焚きもついてます。こちらがこのお部屋の間取り図です。この 9.9 畳という表記はこの玄関入ってすぐの扉の内側すべて、ここも含んでます。この扉からキッチンの前も通ってこの廊下も含めて 9.9 畳、9.9 畳はもうここも含んでます。ベッドルームの実際のサイズは 2.8×3.3、 先ほどの 1K の方は 7.1 畳という表記です。この 7.1 畳の表記はここにドアがありましたが、キッチンとベッドルームの間のこのドア、このドアの内側からですね、ここで 7.1 畳、実際測ってみるとサイズはこのような形です。はい、パークハリオ赤坂タワーいかがでしたでしょうか。24平米台のワンルームと 1K タイプ、2部屋ご紹介させていただきました。パークハリオ赤坂タワーは、他にも様々な間取りがございます。総戸数212、一棟賃貸のマンションです。パークハビオ赤坂タワーのお問い合わせはぜひ赤坂専門のトモリアルエステートまでよろしくお願いいたします。